若さを生かしたポップスで行かせてもらいたいと思います、はい、1曲目はちょっと盛り上がり系の曲なんで、よろしければ手拍子なんか やっていただければと思いますので、よろしくお願いします。1曲目、最近入りのオフィシャルヒゲダンディズムさんの愛なんだがという曲を歌います。よろしくお願いします。のり1曲目ね、愛なんだがという曲を聴いていただきました。はい、はい、でですね、本日島村楽器、はい、アコパラでございますよ。はい、初アコパラ、初ですね、はい、そうなんですよ。僕ら普段ですね、実はもともと出会いがアカペラサークルで出会ったんですよ。もと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 は楽器を使わないアカペラそうやってまして、はい、そう、僕も今こうパコパコ叩かせていただいたんですけども、普段ですねボイスパーカッションとかやってて、やってみたら
感じを。ありがとうございます。こっちの方が上手なんですよね。それは言わない。そうそうそう。でも本当にあの1年半前ぐらいですか、うん、こう楽器を始めて、そう楽器屋さんでこうやってこう花本を買って、本当にこうまたね音楽の世界が一歩広がったなっていうのがありまして、うん、そんな中で、まあ、こうやって島村楽器店さんの人に出演させていただけるというのは、はい、本当にあの嬉しく思っております。はい。はい、ということでですね、うん、まあ、まあまあ時間も時間なので早速次の曲なんですけども、せっかく楽器を始めたということでちょっとオリジナルの曲をですね、うん、歌ってみたいなっていう夢がありまして、はいはい、それでですねちょっと今日1曲持ってきたものがございます。はい、はい、どんな曲なんですか？いつもという曲で、はい、まあ初めて書いたのかな、なんかちゃんと2人でやろうと思った曲で、まあそうだな、ふらーっと3分ぐらいで書いた曲なんですけど、思ったより短いな。うん、そうなのよ、すぐ書いちゃったんだけど、そう、なんかこう熱烈なバラード系にはなってるんですけど、そう、聞いてください。OK です、はい。